第9回全日本都道府県対抗女子決勝優勝大会において有権決闘レフェリーの大将として選出され優勝されたものです。これも一重に上司と剣道に携わってこられた皆様方の個人力の賜物の剣道文化の力だと思います。また本大会トップの中に他のスポーツ団体ではなかなか使われていない言葉をつけました。辞書を書きましたところ本大会名にあります錬成という文字でございますが、辞書には心、体、技術などを鍛えることとあります。大変いい言葉です。選手の皆様には心の練習の成果を十分に発揮していただき、勝利を目指して最後まで頑張る中、主催者の皆様の思い、心、体、技術を鍛えていただければと思います。お次に本大会の成功をお祈り申し上げまして挨拶とさせていただきます。平成30年1月21日上司体育協会会長大下が代表にします。Thank you.
そしてその後続けて今しのさんに頑張っておられます。皆さんもぜひですね、この大会に参加する心を持って稽古を続けて、あちら側へ行ってですね、自然指導者として頑張っていただけるといいと思います。昨年の国体で九条高校の小池さんという方が出られました。栄卓遊覧高校とか中京商業とか、また私立の強い高校がいます。その高校には全国から集まってくるような人もいます。その中で5人の中に入って試合に出るということはすごいと思います。ということで九条高校には村先生がいてしっかり指導してくれています。皆さんが頑張って続ければ小池さんのように全国大会に出れるという可能性もあると思います。基本をしっかり学んでしっかり全部を続けてほしいと思います。小学生の皆さんは2月11日に教師研究連盟で主催する少年の大会があります。その大会の今日は前哨戦として試合に向けて今日の試合の経験を2月11日に生かして実績が得られるように寒い中ですけど体の調子に気をつけながら頑張って健闘を続けてください。頑張って今日の勝手にいい試合をしてください。終わります。いいよいいよ。
あ、そう？これはビデオやでいいやろ。あ、これビデオ。あ、7年だったの。あれ？どうすればいいの？カメラ、カメラ、カメラ。これがあ、ピンチが、ピンチが。それでもいい。